3のピーク2人でギヤーンってなってねはっつってすっぱだかの人がのうちに お疲れ様でした。はい、久々にね、3の P をしましたけども、いやー興奮しましたね。しました。いやね、段取りにない2人ともね、下のあれで出すっていうことだったんですけども、あれ どうしたんですか。急に後ろでやってたら、はぁっつって普通にね。盛り上がっちゃって。そんな新人みたいなこと。AV 男優も30年間以上ねやってるのに、 AV 男優もそういうことあるんですよ。だから一般の人が漏れたって別に普通でいいじゃないでしょうか。え、興奮しちゃった。しちゃった。今シャワー入ってますけど、私はビニールしてますけど、エッチだ、ね、自分はねキスが好きだっていうことで、こちらね、ヤドカリもこの乳首をくりくりってやるぐらい乳首好きなね。だから僕がキスして乳首に浴びるみたいな、両方お互いその好きなことを最初にね、うん、やったらもう大好評でやってて、2人でギヤーンってなってね。でもいいことじゃないでしょうか。いや、いいことですよ。本当になんかね、段取りっていうよりも、うん、ある程度これをやってくれっていう風に、まあ、監督に言われて、はい、それはもうねカメラマンさんクリアしてましたよね。ライブクリアしてました。あのね、やはり下の洗いをやるときはこのね、こういうね、こういう風になってるのが大切ですからね。そう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 、やっぱエッチやるときって段取りはない方がいいですね。まあある程度ね、これだけは10のうち10決められるとちょっとね、そればっかりやらなくちゃいけない。10のうちいくつぐらい、10のうちない方がいいね。それはね、まあ今回もうお任せです。好きです、僕は。あ、なるほどね、はい。まあ、でも自分の場合は、まあ、1とか2とかこれだけはやってくれと、ね、これだけはやってくれっていうのをね、ここにプロデューサーもいますけど、ね、やはりそれ一言も喋りませんね。マスクしちゃってマスクしちゃってね。いやーでも、もうかれこれ土下座ナンパからね、床屋なつやさん、はい、やってますけど、もう何十年目ですか。何十年目じゃないですよ。だって一条さんの方が先輩じゃないですか。僕そうなんです。僕が男優始めた時、一条さんはまだもう現役バリバリの男優さんだったじゃないですか。ねえ、でも何年ぐらいですか、もうやって。今28年目。あ、28年目、29、はい、もう分かんなくなっちゃう。分かんなくなっちゃうね。何ヶ月か近いですよ。何ヶ月ですよ、一条さん。いや、男優歴は一条さんの方が長いですよ。ちょっとだけです。まあ、名前出すと、佐川銀次、はい、大島城、はい、石城さん、うん、とかですか。佐川銀次は僕と同期ですか。同期ですか。全く同じですか。全く同じですか。あの土の子みたいな。あの人はなんか老けてるすごい先輩みたいな面してるけど。あの人何歳なんですか。同い年。同い年。55。同じ年じゃん。55なんですよ。60ぐらいかと思いました。銀ちゃん、ね、銀ちゃんなんか同い年のくせに本名で言います。呼び捨てですからね。おいと言われるな。戸川くんとか言われる。なるほどね。同期のくせに。同期のくせに。それどう思ってるんですか。なんかね、だって佐川さん初めて会った時、すごい年上の人だなと思ったから、その時のつながりなの。あ、もう初めて会った時何歳だと思いました。50ぐらいの人だと思った。初めて会った時、当時何歳だったんですか。初めて会った時は27。27で、相手も27なのに、もう50ぐらい。50に見える。あの人ね、今の方が若い。ああ。昔の方が。なるほど。今の方が若い。じゃあ、見た目と実年齢が、今度、あれ逆になってきちゃった。逆になってきちゃった。なんかちょっと垢抜けてきちゃって、なんかちょい悪い親父みたいな。ちょい悪い親父みたいな。なんか色気づきやがって。今頃色気ついてんのかと。色気づきやがって。色気づきやがって。そういうことなんですね。はい、まあ、この後もね、もう一回3の P がね。これですか。これはちょモザイクかかるかもしれないですね。これ、いやいや、まあ、これはまあギリギリどうかなっていう感じですよね。
ね、今ね、映像こっち映したらね、すっぱだかの人がね、歩いてきますが、これね、ゴージャスな、あの、ゴージャスですよ。いやー、今ね、通り過ぎたんで、これね、映せませんが、通りすがった後、映しましょうか。ね、こんな形でね、そこに消えてきました。ということですね。ということで。はい。いやー、じゃあ後半戦もね、後半戦、頑張っていきましょう。よろしくお願いします。いや、抜かれた兄貴、抜けられるとそうなっちゃうじゃない。何でしょう、なんかこうなるときにね、こうなるときにヤドカリを使ってこのペットボトルにね、こう入れてこのやるっていうのを噂聞いたんですけど、これ本当なんですか。なんで知ってんの先生。本当なんだよ先生。なんで知ってんの。いや、そういう話があったってだけで、普段持ち歩いてるわけないでしょ、そのヤドカリ。現場のとこにこれ、この中にあのヤドカリ一匹一匹入れて、今日はお前で行こうって。いや、一匹じゃダメなんだよ。一匹じゃ、一匹じゃダメ。だから、その中にうじゃうじゃいて、うじゃうじゃいるから、ここにこう、ちょうどこの辺でうじゃ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 来るわけでしょ、ここにヤドカリ。はい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 。ちょっと当ててみてくれます、どういう感じで。ちょうどぴったりでしょ、これ。これ水入ってるからね、だからこういう感じですわ。なるほどなるほど、先っちょがちょうど、そうするとここでガチャ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 ガチね、そうだって面白おかしくしてるだけ。いや、聞きましたよ。しませんから、ね、その石垣のロケ行った時に、そうなんこのね、監督が AD にこのヤドカリをこうね、乳首のところにパチンってやってたら、その後ろで夏也さんが、それを見た夏也がちょっとピンとひらめいたんだよね。 あ、これはヤドカリいけるぞと。いけるぞと。それでとっぷりとってたっぷりとって取ってたらバレちゃった、バレちゃったっていう。今度ヤドカリの兄貴って呼んでよろしいですか。ヤドカリの兄貴、こんなの高いヤドカリってあるんですか。ね、あ、ですよね、ちょっとそれ説明してもらえますか。あ、高いヤドカリ、高いヤドカリ、ホワイトパールって言ってね、白い貝に入ってるやつはあの、ちょっと高いんですよ。いかが貴重ってことですか。貴重、貴重、貴重。あんまりね、その白い、綺麗な白い貝に入ってるあのヤドカリってあんまりいない。だいたい汚らしい貝に入ってるか、細長かったりとかさ、うん、なんかサザエみたいな貝に入ってるとか。なるほど。もう白い、丸い、綺麗な、ツヤツヤっとしてるホワイトパール。で、それでやっぱりこの乳首を攻めるとどうなるんですか。それが一番いいね、やっぱね、なんかホワイトパール。ホワイトパール。あ、それでね。だから攻めないじゃん。なんか言うんだよ。なるほど。かわいいよ、ヤドカリ。ヤドカリの兄貴、また現場でよろしくお願いします。こちらこそ。